はい、どうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。1-1改造版 B2?B2 ってなんだ?地下2階か?地下2階もよくわからんな。どういうことなんだろう?まあちょっとやってまいりましょう。1-1コースっぽいですけれども。1-1。あー、なるほど。キノコ逃げるタイプ。逃げるタイプっていうか、このスキンのキノコは逃げちゃうんだよね。この夜スキンはね。なんか、アイテムとかの動きが変になるもんね。このスキンはね。だから、毒キノコは追ってくる。ここまでこ、うわ、そっか、バネを使ったら登ってきちゃう。うわ、厄介。全部取っとこう、全部取っとこう、じゃ、今のうちに。ちょっと待ってよ。で、ここ、あー、きついな、これ。うん、極力何も叩かない。何も叩かない、何も出さない。そして、スクロールの一番後ろにいる。スクロールの後ろにさえいたら、最終的に前に逃げていくっていうこともできないことはないこと。ちょっと、ここ登ってくるか?一回ここにいて、ここから出てくる?登ってくるよね。これバネの跳躍が、うわー、ちょっと待って、全部取ろう、一回全部取ろう。一回全部取って、脳幹にしちゃう。で、こっち行けるね。ちょっと待って、飛び越して、全マスにおんのかい。オッケー、ちょっとね、みんなをあんまり先に行かす。え、何にそこ、隠しブロックもあんの?隠しはわからんで、なんで叩いたんだ、今。ちょっと条件反射で叩いちゃった。よし、上行こう、上。このコースは意外と上が安全。上強いよね。多分、上にはね、まあ、登ってこれない。で、バネがあっても限界あるから、そんなに上には来れないはずなんだよ。だから、ちょっとこの辺で一回ちょっと挑発しておきましょう。ウィース。で、ここ。隠しとかないよね、さすがに。そんな、そこまで意地悪してこんよね。あ、この辺は全然バネが置かれてないから、上安全なんじゃね?結構序盤はバネが置いてあったからね。ちょっとやり過ごしてもすぐバネで上がってこられてたけど、ここまで来ちゃったら割と勝ちなんじゃないの?もう。ここに飛び乗ろう、一回。おっと、ここら辺バネがあるね。一回、こっちと左右でちょっとこう、往復させることで、ちょっと時間をか、ちょっとそこから出てくるよね。オッケー、ここに逃げましょう。バネない?バネがなかったらここまで、うぃー、登ってこれねえだろ、うぃーっす。で、そこの土管からは出てくるけども、まあもうゴールだよね、設計的にね。1-1なんだから。さすがにもうこれで、うぃーしょー、いけた。というわけで、コースアイディアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでもお待ちしております。というわけで、本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。なんだこれ、一発マリオ、そうな、ノコノコか。はぁ。さあ、なんかノコノコかを使った一発ネタコースみたいですけども、なんでしょうか。制限時間が20秒しかない。でもこれさ、これさ、でも3回でアウトだよね、これね。ほら、無理じゃん。え?で、ブロックが8個ある?どういうことこれ。でも、ノコノコかないとこれ壊せないよね。なんか、この左に戻るみたいなことなんか。違うな。でもこれ普通にぶつかったら3回で壊れちゃうから、なんか戻るみたいな。あー、こういうことか。こういうことだ。勢いがあったら後ろからぶつかっても壊せるんだ。はい、こういうことね。あ、なるほど。これで、あ、でももうあと1個だから。あれ?ダメだね。はい、オッケー、勝ったー。よいしょなんだこのコース、ショート50秒スピードランで、なんか一回プレイしてるな、自分。え、全然記憶にね、なんだこれ、クリア率 0.18%。マジで記憶にね、やったら記憶を思い出すかな。多分、期待のコースから見つけて、ちょろっとやってみて、なんか諦めたんかな。あ、なんかやった気すんな、これ。なんだこれ。こう。あー、なんか記憶になるぞ、これ。なんだっけ、これ。なんだっけ、このコース。なんかやった気すんな、これ。なんだろう、なんか、やってる途中になんかちょっと用事の時間が来て、もう出かけちゃったとかかな。なんかこのコース確かになんか、やった記憶あるわ。はい、オッケー。さあ、これで鍵ドア入りまして、なんでしょうか。おー。なんかこれ思い出した、これ諦めた理由。確か、あれ、これ被っちゃダメだっけ?あ、被っちゃダメだね、これね。なんかそっからの動きが、なんかちょっと TA みたいな、タイムアタックみたいになってて、なんか、そう。こっからね、めっちゃ TA みたいになってんの。こっからの壁キックを確か、一個でも、まあ、今回もうまいこと言ってないんだけど、一個でもうまくいかないと間に合わないぐらいのギリギリなんじゃなかったっけ?いや、そんなでもないな、でも。あ、ここ。こっからが、めっちゃ、急がないと、間に合わないんだよねっていう。そう、あんまりこういうね、TA 得意じゃないんだよね。おー、入った、やった。で、何?
はあ、オッケー。あ、ダメ。え、オッケーオッケー。これは取ればいいだけか。で、残り7秒。さあ、鍵持ってる。ん、これどうなる。これ爆破してゴールか。オッケー、やった。じゃあもうゴールだね、これは。はい、お疲れ様でした。やったー。チョロプーを踏んでゴールに突き進め、やってまいりましょう。チョロプーを踏んでゴールに突き進めと言いながら初手カロンだったね。で、これはこう、投げすぎこのぐらいに投げておいたら、しっかりここもこのぐらいちょっと緩めに投げておくのが大切で、多分思いっきり飛んだらうまいこといくようになってないね。ここの調整はどうなってるんだろう。オッケー、ダメあ、でも中間あるね。オッケー。おっと、無駄な無駄な壁当てコーラオッケー。さあ、しっかりここいける。 Z、 はい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 。で、大きく飛んで、はいで、はいで、右にゲット飛ばして、こういって、出てきたやつを踏んでこうだね。オッケー。で、なんか出てくる。え、なんか出てくるとかじゃないんだ。え、その左の土管何じゃ。なんだ、もしかして中間かなんかあった。ここに、あー、あれ何なんだろう。じゃあさっきクリアしなかったのは、クリアできなかったんじゃなくてね、ここの謎を解明するためだったということにさせてください。てか、死ねない。そういえば、このコメントでさ、ちょっとなんかスピラン、スピランはさ、せめてちょっとこうクリアテイクをフルで見せていただくことっていうのはできませんでしょうか、みたいなコメントをちょっと先日いただきまして。あ、それって皆さん的にどうですかね。いや、スピランクリアテイクもフルでお見せするっていうことは全然可能は可能なんだけど、なんか一回見てるところだから、なんかどうなんかなとは思ってて、ここむずいな。うん、それに、まあ、なんかクリアテイクって基本的にめちゃめちゃ無言でやってるからさ、まあそのね、ダラダラ喋ってミスすんのもあれだから、まあこのようにねまあでも、それでもクリアテイクちょっとフルでなんか工夫を凝らして見たいですというお声が多いんであれば、ちょっと検討したいなとは思ってます。ちょっと皆さんのお声を聞かせてください。わーいしょー。